はい。夏の一番ですね。待ってた甲斐がありましたね。木が育ってきて、ほとんどもうマックス来てる。だから今日か明日だね。収穫で。と、一応ね、自然の木を何本か切るように指示出してるので、ここら辺がね、切り終わった頃に、マックスの54とかになってんじゃないかな。と思うので、その時に指示出しましょう。で、石掘ってくれてるし、粘土もね、足りなかったんで、実はね、ちょっと指示出しておきました。っていう感じで、すげー順調に進んではいる。おー、次が酒作ってんね。いいですね。で、そう、小麦がね、ある程度取れてきたら、ビールもね、作るように指示しようかなと思って。だから小麦あんまり取れてないね。ね、結構さ、広い畑なんだ。若すぐりガンガン取ってんじゃん。一マス7って考えると、そこそこだね。で、棚もね、そう、棚もできてきたんで、意外とね、いい感じになってますね。あ、そこのスタックもね、実はね、変えられるんだよね。嘘やろ。ちょっと、そういうんじゃないんだよね。違うね、スタックをさ、変えられんだよね。だからそういうモッドもいいよね。リマールドでもよくあるよねっていう話をしようとし、はぁ、あ、でも弓いないじゃん。舐めてる。近接だけで俺たちの近接に勝てると思ってんのがまだ盾できてね。くっそー。でも、カイン王子の鎧は、完成して、カイン王子の盾がない。ちょっと待って。はい、OK です。作戦考えました。カイン王子の盾がやっぱりないので、まあ、ゼロだったんで、もう外させました。で、外したらね、消えちゃった。ということで、本当はね、ジャクミナさんを、盾にしようかなと思ってたんだけども、おそらくね、あ、まだ見てないんだけど、俺の、回避 10.6%。俺、近接一番高いから 10.6% ある。で、ヤグさんの回避、あ、8% か。8% だったら 8%、とプラス 20%、28% のが、ああ、いいか。なるほどね。それか、コンサスアネゴは一番いい防具装備していて、ダメージ 34% カット。なので、これ、こういう感じで、盾、役、わーと思ったんだけどな。まあでも、どの道全員さ、結構コキ食らってたから、いいか。一応、俺だ。もう、俺がここに立って、うん。で、あと、近接のね、短距離の人たちはここ。ここの、ここに立つ予定にしといて。で、やりましょう。でね、敵、そこそこ、近いので、本当はね、作業しておきたいんだけど、めんどくさいから、もう、ついてる。あー、ひいさん、うん、やってほしいけどね。それじゃあね、ついちゃいます。はい。配備に着きました。こっちに3人、こっちに2人。で、ここを2人でね。キド側は、俺の後ろから。あ、でも、キドがいい、あ、そうか、キドが弱いもんね。まあ、みんなのね、鎧もそんなに強いわけじゃね。まあ、ボロボロだね。あ、俺が一番ボロいじゃん、やっべ。まあ、10% の回避数にかけるしかねえか、俺は。でも、そしたらキドが交代してね、キドが、もうね、ボロいけど、まあ、そういう感じ。交代制で、前衛は張っていくしかない。で、今回ね、人数ちゃんと数えました。転校しました。7人、1、2、3、4、5、6、7人いるので、大丈夫です。で、敵が近づいてきたら展開する感じね。この扉の中で。で、俺たちも出る。よし。ちょっと早回しちゃおうか。こっちだよね。さっき言った。でもお前たち近接だから、互角だろ。だったら一律の蝶がこっちにある。あー、うわ、でもいい装備しねえか。え？ちょっと待ってくれよ。なんだこれ両手斧持ってるし、嘘やろ。
はいはいはい、ちょい。うわー、こいつグレードソード持ってる。俺たちが欲しかったあのグレードソード。うわー、奪うか。武器だったらそんなにさ、体験減らないもんね。殴ったところで。あ、ただこいつ、このさ、こいつも両手剣かな。こいつは片手剣か。バカ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 。いい武器持ったやつがさ、罠だけで死んでくれたらさ、取り毒取り毒。誰だろう。あ、スコットが、今、ここの扉を狙ってる。あ、扉多いからさ、扉をいっぱい狙おうとしてるね。そこ開けたってお前中入れねえのによ。扉が多いのって、ね、防衛、あ、ね、同じ扉全員。他の扉は狙わないんだ。なるほどね。ここを狙いたいんだ。どっちでも同じだかな。さあさあ、罠で、前回はね、二人が死んだよね。まあ、それは多分、連続で食らってくれたからね。これ交互にみんな食らってるから、死にはしないね。あー、でも結構食らってんじゃん。まあ、不発するなよ。もったいないだろう。あ、不発してもなんか、作動したことになっちゃうんだ。やべ、そうそう。あ、で、ここにさ、教育つけるの忘れた。けど、まあ、いっか。どの道、ね、こいつら、近接だから。そろそろ出るか。そろそろ出るか。よし出よう。で、ここの扉を狙ってきてんだよね。あ、こっちか。あ、ここね。ここ狙ってきてるってことは、一段出ないと、ダメだから。こっちにいるのは、出るやつが、ここ。で、死ぬなよ。先にジェスター、ここに。で、こっちはね、全員立てない。関与して、関与してね、もう。いい武器持ってっから、頼むぜ、関与して。で、ゲラスが、ここに。あ、ゲラスやった。で、姉子はね、攻撃のね、範囲が広くない。杖持ってる。姉子をここに立たせよ。姉子いいぞ、そっち。で、木戸側と俺、あと、それだけ。それだけか。で、俺はね、どこで、ここを叩くわけだから、俺は、ここで、一個前に出ちゃっていいか。ここに出ちゃっていいか。ちょっと出すぎる。ここね。ここに出る。で、と、木戸側は、この扉のとこね。普段、カイン王子が立ってるとこ。いいかな。で、動く。あ、ヒルジさん、やっぱ動いてねえな。ヒルジさんは、ヒルジさんはね、ここだね。あ。そうするとヒルジさん立つ場所ないね。カイン王子、姉子。あれ、ヒルジさんは、こっちにしようか。こっち余ってもいい。よしよしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。おぉ、スペシャルフォーメーション。あ、次が出ちゃう。あ、扉の上に立ってる人ってさ、動かないんじゃない？実は。その説あるよね。だとしたらさ、最強。ほんと、フォーメーション完成なんだけど。ここにも扉置きたいぐらいだね。よしよしよし、バカだな。お前、俺に槍に疲れて。よっこれは来た来たぞ、来たぞ、来たぞ。ああ、やっぱ俺が出てっちゃう。俺だけ出てくね。でも俺だけ御してればいいんでしょ？これ。そうすれば、うおこれよ、これマジか、来た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 。やばい、カイモジやばい。盾持ってないんだ、カイモジ。よし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 。いや、ごっつい武器持ってきたやつがいた。うわ、やばい。これカイモジもうダメだ。ヒドガーの、折ったの二の前にはならんように。あ、俺が出ちゃって今日もうね、そんな二人も操作できねえんだよ。一旦俺下がらせて、よしよしよし、王子出た、王子先生出た、よし。で、王子はこれで、休みに行くだろう。じゃあ仕事しようとしてるんだが。ちょっと待って。王子一番。一番の仕事、それじゃないっすよ。仕事じゃないっすよ。あれ、王子何？意外と余裕なんかな？死にそうなんですけど。死にそうなんですが、これは。今生産中とか言ってバカ。まあいい。もうしょうがない。やるしかない。よーし！俺がちょっとダメージ食らってんね。やっぱり、そのね、なんもないから俺防御。まあ、お前で、あ、でも本当にさ、扉の上に、あ、じゃあさ、俺さ、王子の代わりにここ立とうか。どう？そしたら俺も動かないじゃん。
あとは、ラムズが来るじゃん。で、俺たち動かねえじゃん。うわ、これ、すげえ。十字砲火どこじゃないよ、これ。五方向で。いや、六方向。すさまじい。すさまじい。いや、これさ、配置につくための扉と考えたらすごくいいね。本当はそのね、窓でとかやるのもいいと思ったんだけど、それだとなんかね、今日、弓の劣化版なんだよね。窓から槍打つのって、ただの弓の劣化版、射程短い版だからちょっと嫌だったんだけど、これはすごい。マジですごい。何、ステバン、攻めてきてるの？あ、逃げるか。じゃあ逃がしてやろう。はぁ。圧勝、圧勝。これこそだね、本当に。マジで。ちょっと本当休んでほしい、王子には。なんで王子が寝ないのかっていう。そこを問いただしたいんだけど、王子、血があるんだったら別にやってもいいけど。それ、こう、一度決めたのはね、変えるの好きじゃなくて、こういう風に。変えてもいいんだけど。で、王子、こうしたら寝るからさ。いいんだけど、それでも。基本的に俺が決めたスケジュールで常にやって、それでうまくいかせたいから、本当はね、スケジュールって、全部ね、労働とか組んでたんだけど、そうするとね、眠いのに起きてやっちゃったりとか、結構ブラックになっちゃうから、それはね、やめました。そうだ、博士、お前だろ？治療してくれんのは。おー、すげえ傷だ。でも、博士の治療で、よし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 、これ血液が戻っていく。他に怪我してるのついか。あ、水ぐらいの怪我だった。うおー。ゲルアスさんやるね。え、一発でしょ。薬草使ってし、よし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 、治っていくね。いやー、いきなり攻められて、すげー、絶望感あったけど、まあ、弓なかったのも良かったよね。で、あ、そうです、そうです、忘れないうちにやっとこう。今日中にやっとこうぜ。ここに強壁ね。やることによって、もっとね、良くなら。これで弓も封殺できれば、あ、ここはダメだ。これだ。斜め。いや、これ希望持ててきたね。で、木もさ、あ、そう、生えてきてるから、明日？おぉ、51。明日買おう。ね。いやー、いい日だった。いい日だった。なんだ、関与じゃねえよな。俺か？あ、博士ね。博士。じゃあ、博士が寝たところで、ぜひ行きましょう。